はい、お疲れ様です。山です。ペルソナ5ザロイヤル続きやっていきます。さあ、新しい町、新宿出ましたね。で、リュウジが犠牲になったということで、おい、うん、梅雨が終わったら夏が来る。うん、そうだね。じゃあキーピックはいいよね。なな、あ、ゲーム機？ん？はい、ソフトによってさまざまな能力が高まります。マジ？ゲームで能力上がんの？一つのソフトは複数のステージがあって。あ、全部やれば、コンプリート。あ、ゲーム。それ買ったんですよね。宇宙戦闘を模したレトロゲーム。度胸がつくんだって。あ、こっちやりたいな。度胸もいいんですけどね。まあ、でも一回ゲームやってみようか。はい。3回か。結構かかるね。よーし。うわぁ、すげえレトロ。スター？あ、俺がプレイするわけじゃないんだ。ボス、はい、ん？急に出たね。連打すればいいの？おお。いいぞ。はい。おお。あ、いいね。3回分度胸が磨かれるということね。はい。昨日はよくも、危うく俺だけ異世界に。何の話？なんでもねえよ。始めろ、ユウスケ。ナビに金城の名前を入力したが、思った通り反応があるな。となりゃ、あとは場所のキーワードが2つ。どこ、何だと思っているかだ。でも被害がこの辺中心って以外手がかりはない。思いつくキーワード、いろいろ言ってみるしかないぜ。無理だろそれ。ビルどんだけあると思ってんだよ。文句言わないの。バレスの方が分かれば連想で割り出せる可能性もなくはない。牛耳ってるっつうことは庭とかか。候補が見つかりません。お金好きでしょ。札束風呂とかやる人いるって前にネットで見た。候補が見つかりません。ダメだ、話にならん。はい、漫画の後ろにあるよね。なんかどうだ、何か思いつくか。え、銀行、宮殿、これは今言ったよね。多分これかな。ね、お金に関してはね。宮殿行ってみる。ダメだ、話にならん。うん、どうだ、銀行。ダメだ、どうだ。はい、なるほどな。候補が見つかりました。おお、よし、当たりだ。早いよね。やつはこの町のどこかを自分の銀行だと思っている。もっと現実離れしたものかと思ったけど、銀行とかなんだ。金城なら一体どこを銀行って考える？金が集まる場所ってイメージなら自分のアジトとかじゃねえの？なら
本物の銀行とか？それじゃ歪んでないことになっちまうぜ。ぐっそ、切りねえぞこれ。なんというか、発想が普通すぎないか。バレスが放つあの狂気のパッション、あれが全く足りない気がする。いや、パッションってな、犯罪で金を巻き上げてる奴が考える銀行だぞ。もっと何か。でも他に銀行のイメージって言ったら、あ、お金を引き出せる場所とか。あ、もしかして被害者か。金は被害者の財布から引き出してんだろ。銀行は被害者のいる場所ってことか。うわ、えぐいそれ。でもありそう。おい、勘弁しろよ。金城の被害者とか渋谷全体で何人いると思ってん。ヒットしました。待て。ん？ヒットしたぞ。え？え？俺、なんか言った？金城が銀行と思っている場所は渋谷全体だ。は？街全部ってこと？なるほど、確かに被害者の居場所だな。恐れ入ったぜ、大した大悪党だ。っていうかさ、こんな人混みから入って大丈夫なの？ゴミ箱の中のゴミがなくなっても誰も気づかねえって。その例えいいの？自分たちゴミってことになるけど。なら行くぞ。ナビゲーションを開始します。おお。ATM、 認知上の人間なんだろうな。うわ、きついねこれ。全員だからお金ってことでしょう。これが金城の思う銀行。まさか町ごととはな。見ろよこの町並み、歪みが町の全体に及んでる。全体？ああ、お城や美術館の時は外の街並みは普通だったもんね。渋谷が丸ごと金づる、そういうことか。マフィアのボス張ってるだけあんな。金城の位置を特定して早くお宝を盗むことに専念した方がいい。街全部取ってどっかにアジトあんだろ、探そうぜ。よし、行こうぜ。はい。これセントラル街ですね。ここで DVD 借りれたよね。で、ここが本屋でみたいな。すごい、みんなだからお金に見えてんだ。あ、ATM か。もう何もない。すげえ。はい。まあ今までのあれ敵とは全然もう比ではないですね。なんか壊れてんだけど、ね、被害者か。なるほど。あ、何があった？おいおい、話にならないですね。1円もない。すごいな。すげえむしり取られてんな。ん、こっち行けないんだ。実際の店の中には入れないんですよね、俺のベコ。はい。うん、もしや。ん、そんな。
これも完璧に本物ですね。話せそうな被害者も見当たらないな。ジョーカー、うん、こっちはもうないんだ。ビッグバンバーガー、ジョーカー、ん、もう少しこの辺りを調べて。ああ、まだある。騙された。こっち行けないよね。何があった？ああ、喋れるね。落ちるとこまで落ちちゃうさ。あの足がつかない場所からな。どういう意味だ？ん？ああ。足がつかない場所から落ちた。実際に高い場所から落とされたって意味。あ、うん、そんな、ん、あれか。おお、金城。落ちるとは道理で見つからんわけだ。金城銀行。金城は足がつかないか。なるほど、そりゃ浮くわけだ。おお、そういうことか。今までだから警察に捕まってない、足がつかないってことだよね。でどうやって行くわけ？モナってヘリとかになれんの？我が輩、車しか。そこはなんか秘密兵器出せよ。うるせえ、我が輩は猫型ロボットじゃねえ。っていうか猫じゃねえ。今日はこの辺りが限度かもだ。なんか対策考えねえと。明日もう一回考えよう。一旦引くぞ、ダッシュだ。あの酒臭い女か。イメージ悪い。忠告。うん、金城思ってたよりヤバいやつなんだけど、うん、警察だって足取りつかめてないみたいだし、それにちょっと調べたら黒いつながりがあるじゃない。黒いつながり。ああ、知ってて教えてくれたわけじゃないんだ。で、あと知らないっつって。ああ、なんかあんま調べずに教えてくれたんだね。うん、だからこそ一応の忠告ですかね。だいぶもう遅いと思うんですけど。正義の証明も楽じゃねえよ。うん、これ明日みんなに相談だな。おう。まあ実際空中に浮いてるわけじゃないでしょうけども、足はつかないって言ってますからね。相当だから対策はしてるんでしょうね。さあ、忙しい人応援ギフト、超騒音目覚ましが1個と最新美顔器が1個。高そう。はい、復活パック吹き替えエース3個と治る錠 100mg が10個。あー、どうしようか。値段次第ですね。一緒か。
倒れそうなほど忙しい人に。こっちかな、こっちにしようか。で、お、じゃあ DVD 見ようかね。アングリーベティだって。はい。君はその太りすぎていてね、別れたいんだ。彼に振られちゃうなんて。でも私負けない。すげえ、逆境に負けないね。うんうん、見た目と中身は関係ないよな。なるほど。うん、大事なのは内面。さてと、最近考えるの、例の怪盗団のこと。もしお父さんが生きてたら。ごめん、食事中に。いいよ、続けて。応援したかなって、それだけ。そんなこと考える余力があるのはあなたが甘えてるからよ。そんなことは。ただ生きてれば家も服も食事にもありつける。私にはくだらないことを考える時間はなかったわ。お父さんが喜ぶ。ご立派な正義感掲げて死んでいって、子供に負担かける父親のことなんて知らないわよ。違うよ、私は。いい加減自覚したら。今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。ごめん、言い過ぎた。疲れてるの本当に。明日からは外で食べるわ。そういえば、いや、きついね。生徒会場、いよいよ家でも居場所がなくなってきてるもんね。ああいうの見ちゃうとね、なかなか本当にもうね。はい、数学の宇佐美先生、この角度初めてだね。最近よく心の回答特集なんてやってますが、心なんてお金にならないものを取ってどうするんでしょうか。私なら金、すなわちゴールドとか価値あるものを狙いますけど。何言ってんの。金と同じように高い価値を持つ金属がありますね。レアメタルで多くの電子機器に使われています。皆さんが肌身離さず持っているあるものにも使われていますね。答えてください。お、高巻さん。あ、俺じゃないんだ。レアメタルを使用している身近なものを一つ答えてください。おい、ちょっ、お、アンドノが明らかに動揺してるぞ。助けてやれ。ちょ、やばいよ。ヘルプ。はい、レアメタルを使ってるもの、私たちも持ってるみたいなことを言ってたけど、まあ、スマホじゃないの。リップとスマホとマスカラ。リップにレアメタルあったら怖いんですけどね。うん、マスカラ。ね、多分まあスマホだよね。これは確認するまでもないと思うんですけど。はい、よし、できた。これだ。正解です。はい、レアメタルの多くは中国で採取されるため、産出国に偏りがあると言われています。
ですから日本で使用しているレアメタルの 90% は輸入です。しかし私たちが捨てている資源ゴミ、これらもレアメタルを含んでいます。他人の心よりゴミ捨て場のゴミの方がよっぽど価値がありますね。どういう締めくくり方、何その終わり方。やるじゃねえか。はい、あ、いいね、こう伸びた。知識と魅力が気になる存在から注目株。ばかりはお手上げ。パレスが空中とかずるいよな。せめて現実の金城に接触できればな。ん？ん？何？別に見かけたから。本当か？ずいぶん手こずってるみたいじゃない？様子を見に来たってわけ。いくら生徒会長でもこっちの仕事の役には立たないから。役に立たない。いや今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。実際そうだろう。高みの見物してればいいのよ。それともお得意の盗聴でもやってみる？金城ってやつに接触できればいいのね。さっきあなたたちがしてた話よ。金城の居場所が分かればいいんでしょ？バカ正直に答えんなって。意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。今のあなたは役立たず。私は違う。なんか言ったかい。いいわ、金城に合わせてあげる。一体何をするつもりだ。マジだったぞ。金城に心当たりがあるということか。いや、それはさすがに。なんか思い詰めてたよな。もう何なのあの人。人いすぎだぜ。ダメだ、見つかんねえ。私、新島誠。いいからこのまま聞いてて、録音も。何？誰から？あなたたち、金城って知ってる？はぁ？バカ！あいつ、何する気だ！セントラル街に来れば、金城って人に会えるって聞いたんだけど。セントラル街？謝りすぎだ。何したようで。囚人学園の生徒をゆすってるでしょ。警察にチクられたくなかったら私に会えて伝えなさいよ。殺されてえの。会ってくれるってさ、ノリなの。本当に金城のところに乗れっつってんだよ。おい、今の前に絡んできた奴らだ。やっぱり金城と繋がってやがったんだ。電話は？金城さんに連絡しろ。いいのが連れて。どこに行くの？金
金城さんの客じゃ手出せねえな。どこに行くのって聞いてるの。追いかけよう。リュウジ、タクシー。俺はナンバーもバッチリだ。伊達にクロッキーやってないぞ。だくそ、仕方しやがった。囚人の生徒会長ってマジかよ。おー、悪そう。俺に噛みついたからには分かってるよね。で、この番号誰？彼氏？何これ。なんだお前ら。虹子さん、何しやがった。ああ、そういうこと。つけられたな、バカが。すげえ。前見たバッグ、ワニの。あれ、いくら？300くらい？そいつらに俺言えよ。はあ、今すっげえイラついてんの分かる？金使うとストレス発散になんだろ。ガキが犬みてえに嗅ぎ回った上に勝手に上がり込みやがって。隙間見える？イラついたせいで300万円分も空いちまった。埋めねえと余計イラつく。俺完璧主義なんだよ。じゃよろしく。意味がわからんな。なんだよ、みんな表情硬いな。未成年がクラブで乱チキ騒ぎ。これ学校に送っていい？それは…あ、やっべ、酒とタバコ映ってる。ああ、ほんとウケる。お前らみたいなアホは俺の餌なの、わかる？現役美人生徒会長さん、いいか、警察にチクってみろ。お前らの家族から潰してやる。いつも通り一月と言ってやりたいところだが、ま、大勢いるしな。3週間だ。それまでにきっちり300万持ってこい。もうすぐ夏のボーナスだろ。ママとパパにお願いすりゃすぐだよ。帰れ、これからお楽しみなんだ。はぁ、ざけんな。構うな、今は誠の安全が第一だ。ごめんなさい、こんなことに巻き込んで。まったくだぜ。私がバカだった。悪いが全く同感だな。想像できそうなものだろ。ちょっとユウスケ。ただ役に立たなきゃって一人で焦って。なあ、もういいだろ。やっちまったことは戻せねえんだから。お姉ちゃんにも迷惑かけちゃう。お姉ちゃん？私の姉は立派な仕事についてて、私なんかよりずっとできる人で、3年前父を亡くしたせいでいろいろあって、今は姉と2人で暮らしてるんだけど、
私は子供だから負担しかかけてなくて。それで無茶したと。どうにか誰かの役に立ちたくて。でもよく知らねえけど、子供だから役立たずってのはちょっと違くね。事実だから。特にあなたには本当に悪いことしたと思ってる。え、鴨志田のことは今思えば学校ぐるみで隠蔽されてたんだと思う。私心のどこかで気がついてたのに何もできなかった。ううん、しなかったのよ。その気になれば何かできたはずなのに。私みたいな人間こそ本当のクズって言うのかもね。本当のクズは自分のことクズなんて言わないから。え、何もできなかったのは私も同じ。あなたが前に言った通り、誰より近くにいたのに。それに悪いのは鴨志田に決まってんでしょ。志保だって私だって分かってる。高牧さん、君も居場所はなかった、そういうことか。私も。二度と誰かを同じ目に遭わせない。さて、これからどうする？お金は私が何とかするから。金城の件はここまでにしましょう。そりゃ無理だ。俺らだって狙われちまった。これ以上一人で暴走されて状況が悪くなるのだけはごめんだな。あの銀行さえ何とかなりゃな。龍二、銀行？あ、そうか、銀行か。ん？役立たずどころじゃねえ。彼女、大手柄かもしれねえ。なんかあった？銀行？お前ら聞いてくれ。大手柄？どういう意味？猫？あの、みんな大丈夫？急に猫が喋るというか、ニャーニャー言い出したと思ったら、みんな猫にね、話しかけてますからね。我が輩たちは金城の標的になった。金城の銀行の客になったってことだ。おう、そうか。今まで入れなかったのは銀行から客だとみなされていなかったから。特に彼女は乗客なんじゃないか。連れて行こう。こうなった責任は取ってもらわねば。お、やべえ、話についていけねえ。あれだけ無茶して体を張ったんだ。今や彼女にも知る権利がある。ついてきてくれるな。ついていくって、え、どこへ？どこだ？どこだ？さあ。おう、フォックスだ。静かにしろって、シャドウたちに気づかれんだろう。化け猫ガーン。モルガナだよ、彼のカバンに入ってた猫。ここに来るとそうなるの。その声、高牧さん。ここどこ？金城の、まあ心の世界かな。は？金城の歪んだ欲望が具現化したもう一つの現実だ。もう一つの現実？浮いてる！これが現実なの？なんてこと。
ごめんなさい。でも実際にあるんだから疑いようがないわよね。おお、早いね。心が見せる現実、社会認知心理学上の作詞の応用みたいなもの。なんとか自分の中の引き出しから似たようなものをね、引っ張り出そうとしますけども、すごいね。私らの方が分かんないわそれ。そうか、心を盗むって認知を書き換えるってことなのかな。理屈だけはなんとなく。あ、いや、お前よりすごくね。お、同じくらいだ。じゃあこの世界のどこかに ATM になった私もいるっていうことかもな。とにかくお宝を取れば金城を改心させて自白させられる。うまくいけばだけどな。うまくやるさ。金城みてえな悪あげりゃ俺ら注目浴びまくりだぜ。俺たちの正義も揺るぎないものになる。そうすれば困ってる人とか弱い立場の人勇気づけられるかな。弱い立場の人たちのためか。お父さんと同じこと言うんだ。お父さん？ううん、なんでもない。あの銀行に行きたいのよね。なら行きましょう。私があの銀行の顧客になったんなら、ゲートはただ一つだから。マジ？向こうから来やがった。おお。計算通りだな。時間外の銀行ってカードをかざして入るでしょ。ああいう客としてのアイデンティティがあればいけるかなって思って。私金城の金づるだし。なるほどな。それにしても大きいね。銀行なんてめったに来ねえから妙に緊張しちまうな。この格好で銀行とかモロだよね、ザ・強盗。確かに。ここから先はシャドウが多そうだ。え、何？敵が襲ってくるの。なるほど、合気道なら覚えがある。誤信なら心配しないで。シャドウ相手に誤信もないが、ま、ないよりマシか。正面から行くしかないんでしょ。乗客なんだし堂々としてないとね。役に立たせてもらうから。さあ行きましょう。はい。 なんでこの人こんな堂々としてんだ。すごいね。感じるぞ。なんか豚？円だ、円が落ちてる。え、何これ。あ、でこっから入るわけだ。でこれがパレス。すげえ。札束の束じゃないな、札の木だね。すごいな。はい。というこ BGM はいいね。はい、じゃあやっていきましょうということで、今回はこれで以上です。ありがとうございました。